大岩さんアルティメットストリームを今からやっていきます。仁丹です。始める、続ける、死ぬしかない。これはゲームを切るっていうことでいいんだよね。でもこれ押したらどうなるんだろう。押してみていい？これやめとこ、やめとこ。俺行きたいからな、行きたいからな。ランチャイラじゃやっていきます。今日はツイキャスでやってるよ。赤髪の男性、まずい、あいつらが追いかけてくる、早く逃げよう。いきなりっすね。左のは夜呪いの鎧じゃないのか。待って、迷子なん迷子なの、わかんないけど。じゃあ上に行くといいよ。これ信じていいやつ。すごいタメ語だったね、すごい。上、まっまあ知ってたけどね。絶対やると思った、絶対やると思った、絶対やると思った。上に、ほん下に行けばいいってことなのかね。え、下に行っても死んだら俺マジで、あ、よかった待って、あー、いきなりか、そういう感じなのか。オッケーオッケーオッケー、うーん、オッケー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 、最短の最短ぬー、最短のルートで逃げればいいやつか。まー来すぎじゃね。待って待って、これ、あ、待って、これ当たると死ぬ感じ。ちょっと待って、コントローラー、コントローラーが、もううがー、待って続きない。待って、セーブ機能ってあるの。待って待って待って、コントローラーを、あ、セーブ機能あるのか。陽介によく似ている人、陽介って夜呪いの主人公だったっけ。そうだっけ。相談、たった一人で何を相談すると言うんだ。ははは、じゃないが、持ち物なし、特殊技能なしか。二十歳なんだな。いろいろ見てなかったわ。装備、あ、フレミングの、どういうこと。右手がフレミングの法則外す、どういうことなんだこれ。フレミングの法則あったよね、なんか左手の法則みたいな、あの形をしてるってことなのか。わからん、これ装備わからんな。まあいいや、外しとこう。よくわからんし。オッケー、オッケー、オッケー。あ、でもセーブ機能ないのか。オッケー、オッケー。行こう。とりあえず、まっすぐ行けば大丈夫だよね。怖え。中間地点まで行こうか、とりあえず。N イラじゃない。これはね、夜呪いのね、作者さんの、カイ SS さんの最新作の、大岩さんアルティメットストリームだよ。だよ。今日はツイキャスでやってるよ。オッケー、オッケー。これに当たっても多分死ぬんでしょ、わからんが、わからんが、ちょ、待って、わからんが、わからん、キモいな。ちょ、どこなんだろう。ああ、オッケーオッケーオッケー。あ、よ、よしよしよし。大丈夫？大丈夫？インターバル？セーブしました。わら。早起きなって。なになに？怒られたりしない？大丈夫？オッケー。なに？抱き枕。なにこれ？抱き枕ってことこれ？ナイトメアレッドフェイス。抱き枕2メートルでかいな。穴沿い。架空通販にて3万8千円。高えな。高えし、いらねえな、これ。頬をあからめてるのがすげえイラつく。なんだこいつ。マジか。こっちも抱き枕かな。あ、ちょ。恥じらってる。むかつくー。ファントムレッドフェイス。抱き枕3メートルサイズ。穴沿いにて4万2千円。4千円高えし。かつくな、これ。なんだこれ。まあ、まずとりあえずセーブして。行くか。なんか足が痺れてきた。足が痺れてきた。無性に来るんだろ。オッケー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 。オッケー、バン。とりあえず最短の動きで逃げよう。なんですかー、なんですか。オッケーオッケー、まあ、あれには当たり判定全くないんだな。いっぱい来てる。まオッケー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 。これは幻だもんね。あー怖い。よしよしよし。あ、でも簡単、セーブしたい。オッケー、頑張る、頑張るよ。あ、でも今回簡単じゃないですか、難易度的に。そう、あ、ちょちょちょ、 あれに、ええ、死神騎士、体力9000、何もしないって何、何もしない、嘘。
そん。ちょ待って、あ、間違えた。もう、間違えた。ちょ待ってよ。でもあいつめっちゃ速くなかった？待って。一匹めっちゃ速いやつがいた。右下の方に。上か？上かじゃ？上に行くのか？こいつ大丈夫だよね。とりあえず速いや。おお、かわいい。青髪の女性。このマップのどこかに水晶があるらしいの。この子あれじゃない？炎物で最後に出てきた子じゃない？違うかな？夜呪いだっけ？ゾンビ化してなかったっけ、この子。このマップのどこかにある水晶を4つ探して私に話しかけて。マジかよ。4つもあんの？でも、あの、速いやつさえ押さえとけばいけるはず。オッケー、赤色の水晶。待って、速いんです。で、4つ。あ、動いてる？オッケー。2個ゲットした。この普通のやつらにも当たっても死ぬのかな？オッケー。上にいる。待って、なくね？ちょ、待って。ああ、もう、やだやだに、あ、待って、何もしない。通常攻撃。あ、逃げるがねえんだ。嘘。通常攻撃。666だから、ワンチャン。いや、誰でも一緒じゃね、これ。はい。わあ、嘘。待って。嘘。リンチじゃん。どうすれば。で、水晶って移動してるんだね。とりあえず、あれかな。マンガス。あにゃー。何もしない。これ、運よく避けたりはないんだな。ないんだな、避けたりは。ちょ、待って。だから、あの子に話しかければ、水晶フラグ立つ。ぽい。多分。だよね。オッケー。これで、マンガーごめんなさい。ダメだよ、これ。でもこれ避ければいいんだよね。勝つ方法とかないよね。聖剣エクスカリバーがどっかにあるみたいな、そんなことはないよね。これ触れたら、まだもう即死的な意味でいいんだよね、あれ。ワンテンポちょっとあるけど。ねえ。アイルイラシャイ。マンガスマージュ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 で、黄色がどっかにあったはず。黄色が動いてるからな、水晶。水晶、あ、痛い。水晶動くってどういうことなんですか？やめてごめんな。もうやだ。やだ、もう。やだ、これ。やだ、この理不尽。もう、黄色までいけるのにな。まあ、やめてください。黄色までいけるのに。多分赤は動かない。まあ、ごめんなさい。よし、まあ、ね。とりあえず赤も動いてんな。まあ、やめてください。これで黄色が、オッケー。で、最後何色かわかんない。多分どっかにいるはず。頼む。オッケー。引きつけて。痛い。オッケー。紫色の水、ん？水晶？なんか漢字が違った気がするけど。まあまあいいでしょう。でも、あーやばい。ごめん。引きつけすぎた。ごめんなさい。漢字が違ったからさ。漢字が違ったせいだって。オッケー。何かに責任をなすりつけないとやっていけないんだ。ごめんなさい。くんな。くんなつったじゃん。くんなつったじゃん。ダメだ。せっかくいいとこまで行けたのに、いいとこで決めきれないのが僕の悪いところですね。オッケー、4つ探して、はい、引きつけて、オッケー、冷静に対処しよう。ダメだ。冷静に対処できない。うわあ、もうやだ。冷静に対処しよう。冷静にな。オッケー。俺の持ちうるすべての冷静を駆使して、冷静に頑張ろう。よし。引きつけて、オッケー。で、左下に紫あるよ。オッケー。よし。勝った、これ勝った。これ、2件だ、パーク。よし。で、右に行ったら、オッケー。4つ集めたよ。
4つ集めたよ。じゃあ帰ろう。え、終わり？クリア？うん、お疲れ。やった！終わり？終わり？やった！短編ですから、この作品は。お？小鳥たちのさえずりが聞こえる。あ、終わった！終わったよ、みんな！やった！眩しい。オッケー。よし。カイ SS さんの、大岩さんアルティメットストリーム、無事クリア、ありがとうございます。ありがとうございます。一応ね、録画開始してからね、15分でいけましたね。よかった。短編でしたね。腕次第でね、10分そこらで終わるって書いてあったんで、だから俺若干下手だったんでしょう。普通の人より。まあいいでしょう。頑張った。私は頑張った。ああ、面白かったですね。あの、抱き枕が抱き枕の下りがすごい面白かった。で、素直に終わらないんでしょ？俺知ってるから、俺知ってるから、エンドット知ってるぞ、俺は知ってるぞ。で、終わった？お、あ、よかった、脅かしではないと。ふぅ、お、何？何に気づい、照れてる。どういうこと？あ、終わった。よかった。絶対ね、エンディングの後に脅かし要素みたいなのあると思ったんだけど、なかったね。よかった。よかった。照れただけでしたね。目と目があって。よかった。はい。というわけで、お岩さんアルティメットストリーム無事クリアです。ありがとう。ありがとうございます。今日はね、テスト配信も兼ねてツイキャスやったんですが、大成功でしたね。じゃあ、最後に死ぬしかないを選んで終わりたいと思います。お疲れ様です。てい。